俺だよってこれどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは、レオジンと申します。さあということでですね、新しいイベントクエスト来ております。嵐の棺という、クシャルダオラですね、兵器置き場でのクシャルダオラ戦ということで、ちょっと変わったマップで、まあ、戦うイベントクエストということになっております。まあ完全初見ですね、どういった装備があるのかっていうのもちょっと知らないからですね、まあ、もしかしたら使わない兵器出てくるかもしれません。まああとは基本的にはもうため砲撃型で戦っていくような感じですね。特に対策などしておりません。まあため砲撃当てりゃいい野郎精神でやっていこうかなと思います。では早速やっていきます。よろしくお願いします。はい、ということでやっていき、どこ、こんなとこ、あ、石ころあるやん。へえ、初めて来たここ。へえ、すごい新鮮だ。ここから行くのか、ん、違うのか、ここか。あ、見つかるんかい。じゃあどうしたらいい。これ大砲でしょ。これ大砲じゃなくていいから、え、他に何があるの。あ、広い広い。あ、バリスタじゃね、あれバリスタあるんじゃね、これバリスタじゃね、これバリスタ、あ、やった、バリスタだ。何これ、あ、こうか。ああ、あ、追い詰められちゃった、追い詰められちゃった。うわー、そうなるよね。痛いやべえ、マジでやられちゃう、やられちゃう。ああいうので倒すんだね。ナイス。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。めっちゃ怒ってるやん、最初から。痛い、クシャルさんめっちゃ怒ってるやん。もうしょうがないな。はい、1回、2回、はい、それおいえ、OK です。さあ、いった起爆力を作る素材を作りましょうか。はい、そーら、はい、もう一丁、はい、それ貫通せけたかな、確か。はいよ、まあ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 、バッシュとかかしですね。まああっちにヘイトを集めてるんで、今のうちにしっかりと起爆力を作っておきましょうか。はい、それでぶっ飛ばし用の粘着石もセットしておいて、おお、竜巻、おお、やべやべ、ちょ、もう一回やりたい、あれあれもう一回やりたいぞ。いいっすか。おら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 、あ、一応肉質依存なんですね、これ。おら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 、頭ねえや。あ、もう頭なくなっちゃった。他なんかないんか、他なんかないんか、なんもないんか。かかしくん、ちょっと待ってくれ。でも攻撃しないとまずいよね、さすがに。さすがに攻撃しないとまずいか、怒られちゃうな。よいしょ、オーケー、落としましたよ。ここら辺でいいか、タイミング合わせて。よっ、爪かよ、悲しいぜ、爪は悲しいぜ。他なんかないっすか。あ、ここだろうね。あ、こっちなんかあんじゃん。あるある、なんかありますよ。どうやって飲むんだ、あれ、どうやって飲むんだ。あ、これか、こうだ。大砲、大砲があんのか。ああ、これはなんか、イベルカーナで撃ったあれだね。え、まだ撃てねえのか。なるほど。ん、何？どう？あ、そっちか。ああ、結構移動すんのね、こいつ。なんか条件あんのか。あ、バリスタあるやん、バリスタ。たまねえけど。まあいいや。じゃあ、あれ当てたいな。どこに当てたんだっけ？ここか。これか。うわ！なんかそこら辺に当てんのかな、多分。なんか、あとは残ってるし、多分あそこで撃つんじゃないかなーって勝手に思ってるよ。はい、オッケー。さあ行きましょうか。そーら、届くかな？オッケー、届いたー。じゃあ起爆力を察しましょうか。あ、多分時間経過で多分落ち着くんだろうね、きっと。よいしょ。やっと着いたよ。逆。よう。流風圧。さすがにきつい。間に合わない。ナイスひるみ、いいよ。方向見えなかった今の。ナイスひるみ、グッチョップ。え、マジで使いたいんだけど、どうやって使うんだろう。もう出てんのかな、刃が。どこかねえのか。え、マジで使いたい、そろそろ使いたいんだけど。ん、なんか条件ないのか、これ。燃料装填か。
と待って、燃料装填って待てよ、それちょっと話変わってくるよ。燃料ってどれだ、なんかあったな、ストーリーモードで大砲の弾か、違うね、なんかあったね、燃料って何やったっけ、思い出せ、なんかあったよな、どこだっけ。おい、ちゃうやないかい、違うやないかい、ちょっと一緒いい、燃料って何やったっけ、燃料ってこれか、あ、これだこれだこれだ、これ一人の時辛くね、これ燃料装填、え、これ一人めっちゃ辛くない、これ何それ、隠れ身の使うわ使いたいもん、ごめんなさいね、ちょっと 前通りますね、何発前たまるのこれあ、撃ってた、ガチっすか、ここだべここだべ、あ、おいで、ここだな、ここでじゃあかかしたっか、はい、お願いします、かかし設置ありがとう、ありがとうありがとう、タイミングよく打つわ、あ、今は？ははしょぼしょぼしょぼってか、下手、圧倒的下手、マジかよ、危ないな今の、オッケー、危ねえ、大丈夫やばい、血流石かな、しょうがないな、うん、さあぶっ飛ばし用のスリンガーも加工、やっべそれ、うん、まだ飛び回るかお前、落としたいっすね、落ちない、あ、今落ちてくるんかーい、どっかで一回ダウン取りてえなー、はい、もう一丁、うわこのまま倒しそう、マジで、怖っ、はい、そっち羽当たるよ、はい、オッケー、お疲れ様でした、うん、まあ別にクシャルダーラに何かあるかっていうとそういうわけでもなく、ただギミック使えるギミックが増えただけなんで、まあ、うん、まあ普通に買えるんだったら使わない方がいいのかもしれないけど、まあどうなんでしょうね、まあここの激流鉱団だっけ、なんかここら辺で戦って誰かが一人ここでバチッて当てるみたいな、まあそんなんでもいいんじゃないかなと思うけど、うんまあ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 初見にしては面白かったので、まあいいとします、はい、ということで、リザルト画面です、おーすげー、封じられたが3つだ、やった嬉しい、まあ装飾品が出るとは限らんけど、まあ効率いいのかどうかは分かりません、ちょっと回ってみないと分からんな、ということでご視聴お疲れ様でした、また次の動画でお会いしましょう。